はいどうもそれです。バトルフィールド5プレイしていきます。今年は2022年、令和4年、干支で言うなら虎、虎といえばタイガー、タイガーといえばティーガーということで、ティーガー戦車使って遊んでいこうと思います。そんな安直な理由じゃダメでしょうか。ただこのマップでね、こいつが生き残る確率すごい低いのよ。アメリカ側の強強戦闘機、夜間戦闘機ってのがあるんだけどさ、そいつがうまい乗り手だったらもうすでに F ポイント付近で破壊されてる。パンツァーストームはね、速い戦車の方がやっぱ強いのよな。速いといえばさ、エトで一番最速なのがネズミなんだよね。ねえ、ウチトラウータツミって感じで、ネズミ自体がすげえ足が速いわけではなくて、牛の頭に乗ってゴール直前で降りるってやつ、それで最速を取り上がった、まあいわゆるキャリーわけだね。ネズミはマンブー。ただエトの一番のツッコミどころってさ、トラより牛が速いってところだよね。まあ日本道あるあるで、長距離走で足速いやつらが慢心して、まあ、牛が頑張ってゴールしたって感じだよね。なので今年もトラみたいに慢心せず、初心を忘れず頑張っていこうかなと思うという、そういう話ばっくりね。お、山上戦車いるね。これ破壊しようか。さあ、A コーナー見せちゃおうかな、久々の発射 OK、 破壊確認。 BF5 ほど戦車楽しいゲームねえよな。ちょ、怖いけどこれ D ポイント入るか。もう何かしらの変化がないと一気にプレイヤーが入らないパターンなんで。あー、結構いるな。これ右の倉庫がいっちゃん怖いんだよね。こっからダイナマイトを投げられちゃうとすぐに破壊されちゃうから、 D 側は。さあ、これで味方も一気に合流してくれてる。なんか撃ってきたか。 OK、 1人カット。あと3、4人ぐらいいるのかな、この人数で。このゲージだと南方側とかいそう。あ、なんか来てるな、正面。 OK、 倒した倒した。で1回下がってちょっと補給しよう。85ダメージだとワンチャン夜間戦闘機で破壊される。あ、待って、なんか戦車いるな。これ裏取りしようとしてる。あー、対空だ、すごいとこにいるね。オッケー、対空戦車破壊確認。さて、じゃあ今から F ポイント行こうかな。で、味方のね、対空戦車がちょうど F と G の間にいるから、ここで F ポイントに戦車がいた場合、対空戦車が破壊される可能性があるんよね。後方の防衛も我々対戦車部隊の花ではあるから、ちょっと潰しに行こう。 BF の立ち回り動画もね、もしかしたら今 Steam の同説5増えてるからさ、需要があるかもしれないっていうね。これは喜んでいいのか喜ばない方がいいのかがちょっとわからないんで、はぁはぁはぁっていう乾いた笑いでお茶を濁すんだけど。さあ、まあ何事も盛り上がってくれるのは嬉しいことだね。あ、待って、それは無理やりすぎないか。お前を倒す。 OK、 さあこれで F ポイントは相当カットしたんじゃないか。あ、いいねいいね。 F 内は敵なし。G ポイントが取られてんのか。これがっつり裏取りされてるね。お、お、原因発見した、お前か。OK、 倒した。ただ、まあ、やっぱりね、アメサバだから拠点取りの意識が高いんだよな。特にこのマップ裏取りされると本当につらい。そういった裏取り対策のために足の速いビークルを使うのが、まあ、パンザーストームにおいてはいい立ち回りなんだよねってことで、これ F ポイントもう一回取り返そうか。さすがにここ取られ続けるのはまずいんで。あ、輸送車両いたね。絶対お前だろ、一生 F ポイント取ってんの。破壊しに行かないと、このままだと拠点取られまくってこっちが負けちまう。さあ、輸送車両くんどこ行ったの。これ絶対、あ、いた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 、こいつ出てきやがった。あ、降りようとしてる。 OK、 で一応破壊しとくか。あ、やべ、シャーマン来た。これ G ポイントから湧いてきたか。危ない危ない危ない。ただ待って、これ殺せるわ普通に。A 鋼弾構えて発射。あ、もうやべ、外した、ごめん。発射いっちゃって、もう2発ぐらいじゃないかな、あと1発。 OK、 シャーマン破壊確認。これ中入ってあげたいんだけど、やっぱり E ポイントが取られてるのが少し怖いんだよね。E 側から砲撃される可能性があるから、それが一気に弱点になって戦車破壊まで至ってしまう可能性があるから、ここは歩兵に詰めてもらうしかない。頑張れ味方、これはチームプレーでいくしかねえ。俺がひたすら砲撃してカバーするから、頼む。あ、なんで今火炎放射は。戦車いるな、ワンちゃん。
あ、いた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 、シャーマン発見。いちゃねー。あ、止まった。オッケー、破壊確認。さあ、このままちょっといい側に進んでもいいかも。いった。あ、そんなとこにいんのか、全然気づかんかった。ちょっとこれまずいかも。あ、待って、これいけるわ、全然いける。ティーガーを対面で戦うのは愚かなり。こっちとら耐久と攻撃力の鬼やぞ。さあ、ここらでね、チケット数に差を生ませたいところではあるんだよな。とりあえず E ポイント行こう、 E ポイント。あ、待って、やばいの来てる。びっくりした。C4 特攻かと思ったわ。さあ、これ E ポイント突き進んでって、まあ取っちまえば、まあ30チケット差ぐらいはできるかな。拠点過半数取ってどんどんチケット数に差を作りたい。これはどうしよう。痛い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 。また、あ、対空砲か。オッケー、対空砲破壊。ここからいいポイント攻めって感じかな。いいね、機銃乱射。あ、死んだ。まあ、なんか敵に向かって撃ってくれるのは嬉しいんだけどね、スポットつくから。まあ、こんな感じね。ナイスナイスナイス。これはありがたいんだけど、道中撃ち続けるやつたまにいるから、それだけは勘弁してほしい。あ、また機銃兵死んだ。よし、攻めるぞ、いいポイントに。で、左側が特に怖いんだよな、味方が取ってる場合の。なんかいるな。OK、ワンキル。あ、まだいるね、倉庫側か。 OK、倒した。さあ、これで E ポイント内は完全にクリア状態。あとは外周から来る敵を警戒。拠点が過半数以上取られてる状況。これちょっとまずいんだよな、このままだと。 D 行くか。死にたくねえけど。いや、今年は縁起のいい動画にしたいんだよ。虎年だからティーガー使うって。生き残ってドイツ軍側勝利まで目指したい。これ死んだら今年の虎年の人全員不幸になるで。今虎年の命抱えてるから、ちょっと頑張っていきたい。おー、もう機銃やめてくれー、機銃の乱射やめてくれ、本当に。まあ、とりあえず裏取り兵は倒したからいいけどさ、勘弁してるぞ。機銃、まあ、じゃ耳も死ぬしさ、これ意味ない機銃してるって、ずっと場所バレるだけ。本当になんか全く関係ない場所まで撃ってるもんな、ずーっとぐる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 。あー、うぜーこいつ。じゃあ、あの輸送車破壊しよう。いっちゃって。 OK、 破壊確認。びっくりした。ああやってさ、無理に突ってくるやつ大体ダイナマイトつけてるから毎回ビビるんだよね。お、乗ってないか。これ D 取りたいね、無理やりでもいいから。ほら、降りろ、機銃野郎、お前は戦場に旅立て。あー、輸送車両乗ってんね。めちゃで破壊するぞ。 OK、 ぶっ壊した。あぶねあぶね、脇っぽいになるとこだった。で、あと一人か。それはもう味方に任せたいね。あー、機銃野郎死んだ。あー、戦闘機か。 OK、 ナイス落とし。おい、縁起いいぞ。落とし玉ならぬ落とし航空機。素晴らしい動画になっちゃうね、これは。いっと、どっから狙われてる。ダメージ入ってない。これ倒した。あ、降りたか。とりあえず輸送車両だけは破壊しよう。対空戦車か、いっちゃって。もう一発。お、なんか来たぞ。特攻野郎、やべえやつ来たんだけど。で、これでさっきの対空は、あ、まだいるね。いっちゃって。あ、これまた別の対空か。あー、これ外すか。ちょっと補給したら行くか。前に攻めよう、前に。今の対空戦車下がってるから、多分修理間に合わないと思うから、このまま追えば。ちょっとぶっ壊しに行こう。ちょっと機銃やめてくれ、詰めんのバレるって、本当に。なんかめっちゃ撃たれてる。大丈夫かな。あー、いた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 。オッケー、破壊確認。で、奥のシャーマンもぶっ壊そう。いっちゃって、もう一発。オッケー、破壊確認。やばいって、もう薬病神ついてるって。場所バレる、場所バレる。勘弁してくれ、機銃撃つの。あ、撃ってきた。どこだ。いっちゃって、いやって、あと一発。あー、それ外すんか。あ、これまずいかも。方面支援砲撃来てる。下がろう下がろう下がろう。やばいやばい、まずい、不幸になる。虎年不幸になる。
最悪だ。